イ・ジョンソクは韓国の俳優、モデルである。1989年9月14日に軽機道水原市で生まれる。身長は186センチメートル、体重は65キログラム、血液型は A 型。2005年15歳でソウルコレクションの最年少の男性モデルとしてデビューした。過去に SM エンターテインメントの練習生だったことがあり。 アイドルグループのメンバーとしてデビューする予定もあったが、自体。2010年3月、SBS、ケンジプリンセスで、俳優デビュー、捜査官のイヒョン役を演じた。同年、SBS、シークレットガーデンでサンを演じ、多くの注目を集めた。2011年、MBC、ハイキック3短足の逆襲マイナスで、アン・ジョンソク役を演じ、 劇中でジョンソクが可愛い子ぶって愛嬌を振りまくプインプインという言葉と仕草が韓国内で大流行した。2012年5月に公開された映画花奇跡の46日間では北朝鮮の卓球選手チェ・ギョンソク役を演じた。同年6月から12月までの約6ヶ月間 SBS 人気歌謡で IU と共に MC を担当。 同年8月に公開された映画、R2 y と、リターン・トゥ・ベースでは、空軍戦闘機パイロットの地即表に役を演じた。同年12月、KBS、揺れながら咲く花でこなむすみ役を演じた。2013年6月、SBS、君の声が聞こえるで人の心を読むことができるパクス派、役を演じた。韓国で最高視聴率24.1%を、 記録するなど人気作となった。同年9月に公開された映画、乾燥しから乾燥しマイナスでは、人票に役を、同年10月に公開された映画、君に泳げ。では水泳の韓国代表有望選手として活躍する、チョンウさん役を演じた。年末の SBS 演技大賞では、君の声が聞こえるで、男性優秀演技賞と10大スター賞を受賞した。 2014年5月 SBS ドクター・イ・ホウジンではパク・フン役を同年11月 SBS ピノキオではチェダルポ・テュハミョン役を演じた。これらの作品はイジョンソクの俳優としての地位を確立させた。マリエキアのインタビューで休まず続けた作品活動でしばらくスランプも経験したが、ドラマピノキオを通じて癒されながら、 再び演技に邁進する力を得ることができたと明かした。2015年3月31日にデビュー5周年を迎え、自身のインスタグラムにありがとう。愛してるよ。というメッセージと共に写真を掲載した。同年9月に27回目の誕生日を迎え、ソウルで2015イジョンサックバースデーパーティー With You を開催して、ファンと特別な時間を過ごした。 同年12月31日、所属事務所ウェルメイドイエダンとの契約が満了となった。2016年2月、建国大学映画学科を卒業。同年5月に YG エンターテインメントと専属契約を締結。同年7月には MBC、W くん君と僕の世界マイナスでカンチョル役を演じ、同作品は年末の MBC 演技大賞で大賞を受賞した。 2017年8月に公開された映画、VIP シュラの獣たちで、キム・ガン・イル役を演じ、初めて悪役に挑戦し、サイコパス連続殺人犯という設定であったが、存在感が凄まじかったなど絶賛する声が上がった。同年9月には SBS、あなたが眠っている間に、で、検察官のチョン・ジェチャン役を演じた。2018年3月、 YG との契約満了に伴い再契約せず、マネジメント会社 A マンを設立。同年4月、俳優としての力量を高めたいという思いから、インクエンターテインメントとマネジメント契約を締結した。自身が設立したマネジメント A マンとともに、韓国国内外の活動のマネジメント全般を担当する。同年8月、日本で ファンミーティング2018ジョンサックファンミーティングクランクアップを開催。同年9月には韓国でファンミーティング2018ジョンサックファンミーティングピート A パッドを開催し、幸せで熾烈だった8年を過ごし、これからまた越えなければならない山と渡らなければならない川の前に立っていますが、皆さんが一緒にいるので不安はありません。 本当にたくさんの時間をプレゼントしてくださってありがとうございますと述べた。同年11月、SBS-TV シネマ、死の賛美で韓国の天才劇作家のキム・ウジン役を演じた。パクス・ジン監督の作品であり、前作、あなたが眠っている間にに続いてキャスティングされた。またノーギャラで出演したことは、端幕劇を活性化させることに対する大衆の関心を引き出し、 死の賛美の意味を倍増させた。2019年1月、TVN、ロマンスは、別冊付録で、チャウの役を演じた。2月に入隊を発表。中学生の頃に事故に遭い十字人体が破裂した影響で、身体検査で4級補充役の判定を受け、3月8日より、社会服務要員として、大替服務を開始。2021年1月2日に除隊予定である。 大体服務中の2020年3月31日、自身のインスタグラムで元気に過ごしていますか今日も綺麗な心を嬉しくいただきました。いつもありがとうございますと約1年ぶりにファンに挨拶した。また召集解除後、正式復帰する予定だと伝え映画、魔女2に特別出演することが決まった。1月2日、社会復務要員の召集解除となった。ありがとうございます。